初コン枠でゴーゼツを倒せ。ゴーゼツ運極に繋がる初コキャラ20選。20キャラも紹介してくれるのか？太っ腹だぜ。今回はゴーゼツのクエストごとに使える初コキャラを紹介していくわよ。ちなみに今回はゴーゼツでも、初コに入っているクエストの紹介は省かせてもらうわ。だいぶ簡単になってきたもんな。たまにラウドラで事故るけど。まずはモラルで使えるキャラ、ビヨルドよ。モラルはこのキャラ3体とフレンドにネオを使わせてもらって、ネオに当たっていればクリアできるわよ。モラルも本当に簡単になったんだよな。ネオがフレンドにいないときは、アナスタシア、オーディンとかでもいいわ。みんなのクリアモンスターを見て、該当キャラを持っていれば、そのキャラを使ってもいいんだぜ。防御状態の敵は他の敵に触れるまでダメージ無効だから、共有上キャラに当たって暴れれば OK よ。次はコンプレックスの適性、ペンネファウンテよ。パワースイッチのクエストだよな。このクエスト嫌いなんだぜ。コンプレックスはこのキャラを運枠にして、手持ちにいるんだったらニュートンがいたらいいわね。ニュートンの友情も強いし、困った時は SS を使えば、パワースイッチを揃えなくても雑魚を倒せるわよ。ニュートンの友情、超強乱気弾は運が絡むけど強力なダメージソースだよな。そして、フレンドはヤクモを使わせてもらったらいいわ。ヤクモの SS もパワースイッチ関係なく、ボスを倒しきれるわよ。うまくいけばワンパンでボスを倒しきることも可能よ。あのキャラに壁ドン SS はダメだよな。最近気づいたんだぜ。次はパラドクスとノクターンに行ける、クイーンハーチェルよ。ゴーゼツ2つも行けるのか？すごいキャラだよな。今回は2クエスト行けるからこのキャラをおすすめするけど、他にも適性はいるかもしれないから注意ね。1体で2クエスト行けるならお手軽、便利、簡単なんだぜ。何のキャッチフレーズを言いたいのかしら。一応、各クエストの他のおすすめ初コキャラも同時に紹介していくわ。まず、パラドクスを紹介するわよ。パラドクスではクイーンハーチェルの進化を使うわ。味方が常にキューブ状態になっているんだぜ。初コキャラでは他に斎藤道さん、爆絶でもいける人なら、シャンバラね。ガチャキャラはソロモンが本当に強いけど、このキャラをフレンドに使わせてもらって、あとはクイーンハーチェルでもクリアは可能よ。ソロモンに当たっておけば敵は溶けていくわ。汎用性お化けだぜ。もしも、ガチャキャラで持っていて編成するなら、ヤクモとマホロバね。次はノクターンを紹介するわよ。ノクターンではクイーンハーチェルの神化を使うわ。ボールユニットのステージだよな。初コキャラでは、タテイボシカ、シパカブラもおすすめよ。ガチャキャラはソロモンがまたまた強いけど、このキャラをフレンドに使わせてもらえば OK よ。ソロモンの被害者多数なんだぜ。友情に当たっていれば解けるわよ。他はヤクモと石川ゴエモンかしらね。三日月宗近とツタンカーメンの組み合わせも強いわよ。本当に強いキャラが揃ってきたんだよな。次はアンチテーゼの適性、アボシサモジロウよ。ビジョンベースの分身で敵を攻撃するステージだぜ。そのビジョンベースが肝なんだけど、レベルの調整をすることでアボシサモジロウを便利に使えるわ。便利に？運極以外の使い方ができるのか？レベル調整することで、ビジョンベースで闇魔導士を倒さず光魔導士のみを倒せるようになるのよ。それは便利なんだぜ。手順を紹介するわね。まず、進化前の運1のサボジロウに、運極のサボジロウを合成させるの。合成させると、進化前のサボジロウが運75となって、進化後のサボジロウが運25で返却されるわ。そして、運75の進化前サボジロウを進化させるのよ。最後に、運75の進化後サボジロウと、運25の進化後サボジロウを合成させれば完成よ。これで便利な調整役ができたんだぜ。ここは、このキャラを多く編成すると、電線切りが少し痛いわ。適正キャラがいないなら疑心暗鬼な編成よ。ガチャキャラはアビスかバビロンがいいわね。運ゲーでもいいならテセウスでも OK よ。運ゲー大好きなんだぜ。何も考えず当たるだけなんだよな。テセウスを編成するときは、初コキャラで敵の防御力を下げて、テセウスで大ダメージを狙えばいいわ。テセウスに当たるときは敵の防御力が下がっているときよ。それ以外のときは事故が起こる可能性があるわ。通常時にテセウスに当たると、超強シャイニングピラーで雑魚を倒す可能性があるんだぜ。次はイデアの適性、伊藤貸太郎よ。弱点封印は小さい方を優先して攻撃していくんだよな。ここはこのキャラ3体にフレンドでヤクモを使えばいいわ。小さい弱点を露出させて、ヤクモのルミナスレイが当たるようにショットよ。PS が少しいるわね。初めてここのクエストが出た時は絶望だったんだぜ。持ってて編成した方がいいのが、アンバーとオリエルね。ただ、ヤクモで無双するから、伊藤貸太郎だけでいいわよ。それだけでクリア可能よ。強キャラのおかげで初コキャラでなんとかなるんだよな。次はレクイエムとカルニベに適正の、アウズンブラよ。1体で2クエストいけるならお手軽、便利、簡単キャラなんだぜ。このキャラでも、各クエストの他のおすすめ初コキャラも同時に紹介していくわ。まず、レクイエムを紹介するわよ。レクイエムではアウズンブラの進化を使うわ。撃手スピード変化パネルのステージだぜ。初コキャラでは他なら貫通ならビヨルド、反射なら余裕あれね。ちなみにアウズンブラは貫通よ。フレンドは風神雷神を使えばいいわよ。反射がいいなら、シンドバッドね。ガチャキャラで持っているならダルタニャン、反射ならカンウね。このパーティならまだ友情が役立つわよ。まだ友情でいけるのか？
最高かよだぜ。語尾がめちゃくちゃよ。次は、カルニベを紹介するわよ。カルニベではアウズンブラの神化を使うわ。キャラトンネルを利用して、ボスと壁の隙間カンカンステージだぜ。ショコキャラでは爆絶の蓬莱ね。まだ新しいクエストだからショコで適性は少ないわ。フレンドでラファエルを使えばいいわよ。ガチャキャラでゲオルギオスを持っていたら編成したいわね。あとはプルメリアも使いやすいわ。このクエストはさすがに友情じゃ無茶よ。もう、私の出番は終わったんだぜ。諦めないで。キャラテレポトンネルの色と順番を覚えて、壁と敵の間に入れたらやりやすいわよ。一色の場合は手番キャラから数えて3番目が赤、二色の場合は手番キャラから数えて2番目が青、3番目が赤。三色の場合は、手番キャラから数えて1番目が黄、2番目が青、3番目が赤。この順番を覚えたら楽になるわよ。わかったぜ。私には無理なんだぜ。もう、諦めるわ。次はセレナーデの適性、ラグナロクよ。ホミキュー、スプリッツァーの順に攻撃して、防御ダウンだぜ。フレンドにはミカエルがいたら友情ゲーでいけるわよ。ガチャキャラでブングニルがいたら、友情でミカエルの毒キラーが発動しておすすめよ。ファウストがいても使えるわ。ゴーゼツが泣いているんだよな。一応、ラグナロク3体、ミカエル1体でもなんとかなるわよ。諦めずにゴーゼツに挑戦していってね。友達多い人が勝つんだぜ。友達100人できるかな？なんだよな。次はアリアの適性、本田忠勝よ。剣パネルを踏みつつ弱点を攻撃なんだよな。ベクトルボールを利用するんだぜ。フレンドにはアビスがいたら友情が役立つわよ。ここはルートさえ見えたら、本田忠勝3体とアビス1体でどうにかクリアできるわ。復活もあるからルートも大事だよな。ガチャキャラで持ってた方がいいのは、ジュズマル・ツネツグとリチャード1世ね。アビスに当たりながら剣パネルを踏んで、弱点に当たれば敵を倒せるわよ。まだ、ショコキャラ多め編成でいけるクエストが多いんだよな。次はマーチ適性、メロードよ。レーザージェネレーターで敵を滅するんだぜ。ここも電線切りが痛いから、メロード3体は危険ね。ショコでもう1体組むなら、山林草八よ。フレンドからは阿弥陀がいいんだけど、ここはアルティメットマドカがいたら友情でいけるわ。他はショコキャラで可能よ。ギミック無視なんだよな。マドカがいなかったら、少しレーザージェネレーターで攻撃することを意識した方がいいわね。マドカがいたら友情ゲーができるから簡単になるわよ。阿弥陀は雑魚処理はできるけどね。ゴミだから大出世したんだよな。次はディビジョンの適性、リボクよ。矢印方向に連動して、敵にガードが展開されるんだぜ。フレンドはモーセがいいわ。テンスラコラボのリムルがいいっていう人もいるわね。ガチャキャラは風神雷神、ネオで友情ゲーもできるけど、複数編成した方がいいわね。ギリギリ友情ゲーなんだよな。基本はディレクションガードは矢印を出した方向に展開されるから、それを意識してショットするのよ。例えば上に敵がいて、壁との間に挟まろうと思って、上向きにショットするとガードで阻まれるわ。だから、一度下の壁を経由してショットするのよ。そうしないと敵にダメージを与えられないわ。いちいち壁を経由するんだからイライラするんだぜ。あとは相互ペアの敵も多く出てくるからそれも気をつけてね。次はダウトとカルナの適性、エマリオ。1体で2クエストいけるならお手軽、便利、簡単キャラシリーズ。絶対流行らないわよ。このキャラも、各クエストの他のおすすめショコキャラも同時に紹介していくわ。まず、ダウトを紹介するわよ。ダウトではエマリの神化を使うわ。壁に触れるたびに攻撃力がアップだぜ。上限はあるんだよな。ショコキャラでは正直エマリが一番おすすめよ。他は妥協になってしまうわ。フレンドでカノンを使えばいいわよ。ヤクモを使ってる人もいるけど、私は使わないわね。ガチャキャラで持っているならヘラクレス、タンポポね。仮面ライダー新1号を持っていたらワンパン可能よ。ダウトのせいで仮面ライダー新1号難民が続出したんだぜ。ここは回復もないから、ハートパネルで HP 管理をしっかりしないといけないわ。あと覚えておくのはカウントブーストボールの使用ね。カウントブーストボールは触れるたびに色が黄、赤、黒に変化して、黒が攻撃力アップの上限よ。上限に達したカウントブーストボールは、次のターンで元の状態に戻るから注意ね。ここの仕様は全く理解できなかったんだよな。壁がキラキラして綺麗と思ったんだぜ。あなたに脳みそはついているのかしら？カルナは豪絶一周目だから紹介だけね。カルナではエマリの進化を使うわ。友情ゲーでいけるもんな。ショコではマリ視点もおすすめよ。エマリのステージは密林でブーツを取らないと減速したり、敵の攻撃が少し痛いから注意よ。次はエリミネーターの適性、バートリーよ。赤のマーカーを敵につけてダメージを与えるんだぜ。フレンドではファウストをおすすめするわ。本当は窓マギコラボの桜京子がいいんだけどね。ガチャキャラで持っているならオチドリね。ファウストを持っていたら友情ゲーも可能よ。反撃 SS の脅威だぜ。このクエストはマーカーの設置が大事ね。赤のマーカーがついた状態でターンを終えると、敵には120万の大ダメージを与えるわ。でも、味方がついた状態でターンを終えると3万ダメージを食らうから注意ね。マーカーは敵や味方に触れるたびに移すことができるから、赤のマーカーを敵につけるように弾けば OK よ。
黄色マーカーは次のターンにダメージだから、1ターン放置してもいいんだぜ。あとは、ゲージアンチ重力バリアのキャラは、ゲージを外して減速することで、狙った敵にマーカーを設置しやすいわ。バートリーはゲージアンチ重力バリアだからいいわね。そんなことまで適応しているなんていいキャラなんだよな。次はイグノーの適性、デスアークよ。エレメントショットを敵周囲に配置して殴るんだぜ。フレンドではショコラをおすすめするわ。攻撃力プラス4300以上、カウンターキラー発動、地雷所持。この条件を満たせば、ショコラは雑魚キャラの一部をエリア外でワンパン可能よ。そんなこと可能だったのか。知らなかったんだぜ。ガチャキャラではブラックリリーがおすすめね。エレメントショットは、弾く味方とは別に、矢印方向に向かってエレメントエリアを放つものよ。このエリア内は属性倍率がアップして、一部的にダメージが通るようになるわ。矢印の長さで向きを調整できるため、それを利用してエレメントエリアを敵の周囲に展開させるの。これ、本当に難しいんだよな。あともう一つ、メモリーとネオを編成できれば、メモリーのコピーで友情ゲーもできるわ。ただし、メモリーは超バランス型にして、紋章で対光の心得をつけないといけないわよ。私はこれでやりたいんだぜ。次はアンフェアの適性、ダミアよ。パネルを踏むと敵の透明状態が切り替わるんだよな。フレンドではソロモンをおすすめするわ。ここはこのキャラ一択ね。ガチャキャラで持っているならモンストブライトね。ヤクモもアンチウィンドウ持ってないけどいけるわ。ここのクエストは、隣り合っている敵の透過を解除して挟まって、大ダメージを与えられるのよ。ボスも雑魚に挟まることで火力を出せるわ。透過がキーになるわよ。透過のルールが本当にこのクエストを難しくしているんだよな。ボス戦に行くと、弱点露出ギミックとかあるけど、ソロモンがいたらギミックはかなり無視できるわ。ボスの前では天使で防御力アップとかあるんだけど、そのステージでダミアのドレイン回復が役立つわね。ガチャキャラの足りない部分を補ってくれるんだぜ。アンフェアは現在最強運枠だから、ぜひともゲットして、運極にしたいわね。このチャンネルでアンフェア攻略をやっているから、よかったら見ていってくれよな。次はアディニベーシャの適性、ホイールキングよ。ボールチェンジパネルを利用して攻略だぜ。フレンドでは同時ギリアスツナをおすすめするわ。風神雷神もおすすめよ。ガチャキャラで持っているならネオとイリスね。テンスラコラボのリムルもいけるわ。リムルも本当に強キャラだよな。ここはウォールチェンジパネルの仕様を理解した方がいいわね。これは壁に触れるたびにパネルが1段階ずつチャージされて、最大3までチャージされるわ。パネルを踏むまでチャージは維持されて、パネルを踏んだ時に段階に応じた効果が発動するわよ。あの数字の効果を忘れちゃうんだよな。1段階目はそのターン敵の防御ダウン、2段階目は敵の弱点効果アップ、3段階目は回復弾よ。ちゃんとルートを見てショットしないと、回復弾ばかりになって敵を倒せないわ。モンストはいろんなギミックが出てきて、覚えるのが大変なんだぜ。次はサマの適性、ワラビッカよ。ランチャーパネルを利用して、敵を同時処理していくんだぜ。フレンドではタイバニコラボのワイルドタイガーをおすすめするわ。さすがに抜けて強いわよ。ガチャキャラで持っているなら茨城同時が強いわね。ここはハガレンコラボのアルフォンスや、アナスタシアアルファっていう、限定キャラが優遇されているよな。ここはランチャーパネルの仕様を覚えないといけないわね。弾いたキャラが動き終わった時、それまでにランチャーパネルを踏んでいたら、最後に踏んだパネルの位置に移動するわ。次の味方を弾く際に、ランチャーパネルに移動したキャラも同時に動くわ。その時、パネル上のキャラと手番のキャラは、180度角度が変わることも覚えておいた方がいいわね。2キャラの弾く角度を考えないといけないから大変なんだぜ。次はカウシーディアの適性、投襲祭写楽よ。リングで攻撃力を上げるんだぜ。フレンドではエビスをおすすめするわ。ワンピースコラボのルフィも強いわね。ガチャキャラで持っているなら、イドーラとガリレオが強いわね。ここもブリーチコラボの裏原キスケ、スパイファミリーの夜と、コラボキャラが強かったりするぜ。ここはリングの仕様ね。リングは味方に触れるたびに色が変わっていって、青、黄、赤の順に攻撃力が上がっていくわ。倍率が大きく変わるから、赤の状態で敵を攻撃することを覚えていてね。一体どれくらい変わるんだ？黄は、青の 1.5 倍で、赤は青の10倍よ。赤の倍率が高すぎるから、赤で殴ることを覚えていてね。10倍？結構変わるんだな。あと、ここもハートが出ないわ。しかも、ステージ突破回復もないから注意ね。ハートパネルで回復していくんだよな。次はクシャアンティの適性、火の閻魔よ。バニッシュボックスを利用するんだよな。フレンドではアビスをおすすめするわ。このクエストではアビス一択ね。ガチャキャラではマッドハッターとコロンブスね。ポータルソードアルファも強いんだよな。ここはバニッシュボックスが登場するわ。これは手番キャラがバニッシュボックスに触れた場合、触れた順番が最後だったバニッシュボックスが、次のターン消えるの。最後に触れても消えない時ないか？何か秘密があるのか？触れた順番が最後のボックスが次ターン消えるんだけど、ボックスに触れる判定は1回限りなのよ。だから2回以上触れてもカウントされないから、勘違いしたんじゃないかしら。そういうことだったのか。仕様を勘違いしていたんだぜ。次はプレデビオルの適性、フカヒレ皇帝よ。ヒーリングバルーンがややこしくしてるんだよな。
フレンドではアルスラーンをおすすめするわ。あとはガンダムコラボのバナージね。ガチャキャラではリンツーかしら。オニマルクニツナもサポートとして使えるわよ。ワンピースコラボのエースも強強だぜ。ここはヒーリングバルーンの使用ね。少しややこしいわよね。バルーンに触れると手番キャラがバルーンを回収できるわ。その状態で敵、または味方に触れると、触れた相手が回復。敵も味方も関係なしに回復させるわよ。ちなみにバルーンは敵&味方に触れると、触れた回数分消費されるの。マインスイーパーみたいな感じね。こんな仕様だからここもハートなしステージだぜ。ヒーリングバルーンで HP 調整をすることも大事だけど、いかに敵の HP を回復させないかも重要よ。そのために、手番のキャラでヒーリングバルーンを減らしていきながら敵を倒していかないといけないわ。このステージも別動画で攻略を解説しているから、ぜひ見ていってくれよな。最後、ベジテパラの適正キャラ、肉丸よ。ディレクションアタックがややこしいんだぜ。フレンドではキスキルリラをおすすめするわ。ガチャキャラは清少納言、ダイヤモンド、ジャックザリッパーがおすすめね。スパイコラボのアーニャもサポートで使えるぜ。ここはなんといってもディレクションアタックね。ディレクションアタックは、手番のキャラの弾く方向に回復とか攻撃をしてくるわ。どんな攻撃があるんだ？リドラは全ヒットで約2万5000ダメージ。バハムートは1本で約2万5000ダメージなんだけど、進化前後でダメージが変わるわよ。ボスは近距離で約7000ダメージ、遠距離で約1万6000ダメージ。つぼみは近距離で約6000ダメージ、遠距離で約2万3000ダメージよ。敵によってこんなにダメージが変わるわ。効くんじゃなかったと思うくらい種類があるんだぜ。ハートなしで、ステージクリア回復もないから、途中でテクル天使のディレクションアタックで HP 回復よ。6000回復する弾を5回放つわ。ギミックモリモリで大変だよな。これで豪絶運極に繋がるショコキャラ20戦を終了するわ。ショコキャラでもなんとかなるんだよな。あれ？そういえば紹介していないクエストがないか？ハービセルとムラクシャね。この2クエストは、現状ショコのキャラでは難しいわ。1枠潰して、無理やり運枠を編成してクリアできるかもしれないけど、適正キャラはいないと思うわ。そんなクエストがまだあるんだよな。今回は各豪絶の簡単なクエスト紹介だけど、このクエストを解説してほしいとかあればコメントで教えてね。ウプ主の気分次第で動画にするかも。多分、きっと。他にも動画にしてほしいこととかをコメント欄にくれたら、コメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。応援したいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。新豪絶ベジテパラ適正10戦。コピー&友情フィールドのサポート性能ヤバすぎキャラをゲットせよ。ギミックモリモリだったんだぜ。このキャラは新友情の友情フィールドを持っているから、ぜひゲットしたいよね。ちなみに、10体紹介するけどランキングじゃないからその点だけは注意してね。まずはキスキルリラ。アニメでも人気のキャラが、とうとう豪絶で適正をもらったぜ。そうね。このキャラは超アンチダメージボール、超アンチワープ、ファーストキラーで殴りも強力よ。ギミック全体王で最適正だよな。友情ブーストも持っているから、友情でもなかなか削ってくれるわよ。プラズマで削れると、星灘を思い出すぜ。そして、このクエストを難しくしている点として、マップクリア回復がなくて、ハートも出ないのよ。その点をキスキルリラで対策できるわ。回復なしはいやらしかったんだぜ。天使が動かすキャラの進行方向に、ハート弾を放つから回復がないわけではないんだけどね。まずは SS。オールアンチプラス味方に触れると HP 回復。これで対策できるわよ。味方に触れると HP 回復？どれくらい回復してくれるんだ？味方1回当たるごとに3500回復してくれるわ。狙って撃ったら結構回復してくれるわよ。かなり回復するなと思っていたけど、そんなに回復していたのか。しかもこのキャラ、SS が8プラス8だから回転率がいい上、1段階目でも2段階目でも回復量は変わらないわ。そうなのか？回復薬としてすごい便利なんだぜ。このクエストは火ダメの強いギミックや攻撃があるから、いざという時にかなり役立つわよ。さらに、この SS の2段階目の自強化は3倍よ。3倍。回復もできて殴れるなんて最高じゃないか。1段階目でも 1.5 倍あるから、それでも強力よね。そして、モンストのオリジナルキャラだから、このキャラしか持っていない回復アビリティがあるの。この SS でかなり便利なのに、まだ回復要素があるのか。それは治癒の祈りよ。各マップ開始時、稀に HP を全開にしてくれるわ。ただ、キスキルリラを複数積んでも、効果は1回しか発動しないから注意してね。HP 全開は大きいよな。ちなみに、これと同じアビリティを持っているキャラはいるのか？ SAO コラボのキリトとアスナが持っているわよ。ユイの応援って名前は違うけど、効果が一緒だわ。持っていないキャラなんだよな。コネクトスキル発動条件のスピード500以上もワクワクのみで自身で解決できるわ。コネクソにならなくてよかったんだぜ。おすすめのワクワクのみは動撃3種ね。妖精族は少ないから、自分で攻撃力の底上げよ。動撃は本当によく使うんだよな。攻撃も大事だけど、このクエストは本当に回復を意識していないと、すぐに事故ってゲームオーバーよ。ここでは、いや、ここでもキスキルリラが本当に強いから、かなりおすすめよ。
道中出てくるツクヨミゼロが妖精キラーを持っているから、そこは意識していた方が良いわね。運営にも愛されてそうだから、今後の活躍にも期待だぜ。次は清少納言よ。最近、重心化開したキャラが信号絶の適性をもらったぜ。このキャラは、超アンチダメージボールと超ワープで殴りは強力よ。このキャラもギミック全対応だぜ。しかも、ゲージ倍率保持を持っているから、ゲージを切ってブロックを利用して攻撃しても、このキャラは攻撃力が下がらないわ。上級者のテクニックだぜ。そして、弱点キラーも持っているから、中ボス、ボスにはさらなるダメージが見込めるわよ。ダッシュも持っているから、良い重心化解をもらったキャラなんだぜ。友情も強友情をもらっているから、ダメージ減になるわよ。超絶爆発で友情誘発も可能だぜ。そして、SS が自強化プラス弱点効果アップなんだけど、これも清少納言が強いと言われている理由の一つよ。自強化は 1.35 倍で倍率が高いわけではないんだけど、弱点効果アップが6ターンも続くわ。当たった敵しか効果アップしないことと、自分が動いたターン含んで6ターンだから注意してくれよな。弱点効果アップも 1.5 倍してくれるから、自分の弱点キラー M とも相性がいいし、他キャラのサポートにもなるから、便利な SS よ。これが12プラス8ターンで打てるから便利だよな。コネクト発動条件も、スピードが対外が2体以上か陣以外が2体以上。キスキルリラとも相性がいいわ。キスキルリラは妖精族の砲撃型だから、キスキルリラ2体、清少納言2体で組めるぜ。SS ターンアクセルで SS も溜まりやすいキャラだから、このキャラも最適性の1体よね。いいキャラだよな、名前も美しいんだよな。そこは個人の価値観によって変わるわね。このキャラも同撃3種がおすすめね。道中 SS を使う機会は少ないから即殺の優先度は低いわ。道撃のみはあっても足りないんだぜ。次はガラティーンよ。なんか見たことあるようなないようなキャラだぜ。今年の年始の鳥獣震災が終わった後に実装されたガチャ、伝説のブグ8で実装されたキャラね。思い出した。ハーメルンパイプが出てくるガチャだぜ。そうよ。このキャラはサポート寄りのキャラで、ブロックにも非対応になるわ。サポートキャラは一体いたら便利だぜ。まずはアビリティで回復 M を持っているから、回復面で助かるわね。回復 M ってどれだけ回復してくれるんだ？味方1フレで 2%、2フレで 10%、3フレで 28%、だいたいこれくらい回復してくれるわ。思ったより回復してくれるんだな。ブロックを持っていないから、味方に当たりづらいんだけど、それでもいざという時に役立つわ。そして、友情で超強回復弾を持っているから、これも回復なしステージで少し助かるわよ。これは知っているんだぜ。当たったら1万回復するんだぜ。そして、SS で味方の攻撃力を上げてくれるわ。1段階目で 1.5 倍、2段階目で 1.8 倍よ。これも触れた味方の効果アップだから注意が必要だぜ。しかも、2段階目はそのキャラが3回動くまでは継続だから、他のキャラのサポートには最高よね。ルナの SS に近い効果なんだな。自強化はないんだけど、16プラス4ターンの待機ターンを壁 SS 短縮で回転率も上げれるわよ。このキャラでバフをかけて、清少納言で弱点強化、キスキルリラの SS で殴れば凄そうだぜ。そんな使い方が理想の形ね。ちなみに、超マインスイーパー M も持っているから、マップ始まりの4発は殴りも強いわよ。超マインスイーパーは地雷がないクエストでも、効果を発動できるアンチアビリティだぜ。アンチブロックを持っていたら、最強サポーターになれたけど、ないものねだりしても仕方ないわね。いつか使ってみたいんだよな。このキャラは即殺に小平命のみがおすすめよ。サポートに特化させるべきと考えるわ。次はダイヤモンドよ。大ボリュームモンストニュースの時に限定キャラの影に隠れて重心化したキャラだぜ。あの時は影に隠れていたけど、早速日の目を見ることになったわね。このキャラは超アンチダメージボールで攻撃力を上げれるけど、このキャラの強みは守りね。守り？モンストであまり効かない強みだよな。まずは全属性耐性プラス無属性耐性で敵の攻撃のダメージを 25% 軽減してくれるわ。これは意外と便利だよな。それにプロテクションがあるから、敵の攻撃力の威力が一定以下の場合はダメージを1にするわよ。一定以下ってどれくらいなんだ？そのキャラの HP の約 10%、ダイヤモンドの場合は約2500までの攻撃を1にするわね。ホーミング系の攻撃だったら、ダメージを1にすることが多いわね。このアビリティは本当に強力よ。そんなに便利とは知らなかったんだよな。友情ブーストを持っているけど、多くの敵がレーザーバリアを持っているから過度の期待は危険よ。防御アップも持っているから、そっちで進化を発揮だぜ。そして、このキャラの SS 自強化プラス弱点露出も便利よ。まずは8プラス4ターンしか待機時間がないから、かなりの高回転で SS を打てるわ。これはかなり使えそうだな。1段階目は自強化 1.1 倍で自分が打ったターンのみしか効果が出ないんだけど、2段階目は自強化 1.2 倍で次の味方のターンも効果が継続するわ。ガラティーンでバフをかけて、清少納言で弱点強化、このキャラで弱点を露出させて、キスキルリラの SS で殴れば凄そうだぜ。超理想的な使い方ね。ガラティーンとは種族が被っているから、コネクトスキル発動条件に響くから注意ね。聖騎士以外が2体以上かバランス型以外が2体以上だもんな。
ブロックは持っていないけど、このキャラも本当に強いわよ。1、2体は入れてもいいわね。おすすめのワクワクのみは同撃3種ね。同族加盟のみでプロテクションの手助けもできるわね。プロテクションはワクワクのみで上げた HP でもいいのか？問題ないわよ。今度 HP をモリモリに上げて遊んでみるんだぜ。次はアニャよ。ピーナッツ好き。おでけけ、おでけけ、ランラララン。やめなさい、スパイファミリーファンにボコボコにされるわよ。そのファンの一員には私も含まれるわ。うい。このキャラはアンチアビリティがダメージボールしかないから完全にサポート特化キャラね。サポート特化って言ってもワープもないのはしんどくないか？確かに SS が触れる系の SS だからそれに関しては使い方を考えないといけないわ。触れた味方をリジェネ状態にして、触れた敵の攻撃と防御を一定期間ダウンさせるんだよな。でも、それ以外の長所でこのキャラは味方のサポートができるわ。スタンプ使用率ナンバーワンキャラだぜ。私調べだけどな。まずは友情ね。ボースピアップで味方の火ダメ軽減と、攻撃のサポートができるわ。スピードアップは最強友情コンボの候補に上がってきそうだな。あと、超レーザーストップを持っているから、このクエストの特性上、これはかなり使えるわよ。このアビリティがついてることをよく忘れるんだけど、ふとした時によく助けてもらえるんだぜ。そして、このキャラはこの友情がついているわ。なんとバウンドチャージよ。味方の SS をチャージしてくれるやつだよな。これ便利だよな。SS の自強化目的で使いたいとかも少し気軽に使えるようになるから、この友情は本当に便利よ。そして、リジェネームも持っているから毎ターン少しずつ、回復してくれるのも助かるわね。なるほど、完全にサポート特化キャラだぜ。バリア付与も持っているし良いよな。今回はそのことはあまり意識しない方が良いわね。なんでなんだ？バリア付与は、全部の味方に当たる必要があるんだけど、最後に当たった味方にだけバリアが付与されるわ。でも、アーニャはアンチワープを持ってないから、狙ってのショットが難しくなっているのよ。でも、ステージ抜けるのを手前のキャラで抜けるように意識すれば、動きやすくなるんじゃないか？そうなんだけど、それくらいだったら他のキャラで、1手目に雑魚を減らすことを優先した方が良いわ。行動制限されるし、火ダメも痛いしね。アンチブロックも持っていないアーニャは雑魚処理も大変よ。そうか。まあ、それでもサポート性能は十分だな。高難易度では重宝される性能よね。このキャラのワクワクのみは小平明のみがおすすめね。清少納言と種族が一緒だから、清少納言のワクワクのみを見て、同撃のみを調整するのも良いわよ。アーニャと清少納言を組むときはコネクトスキル条件に注意だぜ。次はボーパルソードよ。伝説のググロクのキャラ、うちでの小槌やトライデントと一緒に実装されたキャラだぜ。このキャラは貫通だから1体だけの編成がおすすめね。まず、ギミックは全体を押しているわ。貫通ということもあって動きやすそうだな。そして、ゲージ倍率保持もあるから、いざという時はゲージを切ってブロックを利用もできるわよ。地味に便利なアビリティなんだぜ。そして、SS で弱点往復したら大ダメージを狙えるわよ。自強化できるのは便利よね。どれくらい自強化されるんだ？1段階目で 1.35 倍、2段階目は2倍よ。位置によってはゲージカットで弱点往復しやすい場所もあるわ。自強化2倍して弱点往復したら強そうだぜ。それが1段階目が8ターンで打てるのがいいのよ。2段階目はプラス16ターンで重いけどね。そういえば、このキャラの SS の攻撃アップ防御アップ反撃怒りを打ち消すっていうのは便利なのか？怒りを打ち消すのは多少良いかもしれないけど、あまり考えなくてもいいと思うわ。このキャラのおすすめのみは同撃2種に即殺ね。SS が重いのは気になるから身で補った方が良いわ。ワクワクの御様様だぜ。次はジャック・ザ・リッパーよ。選定者の方ね。ここでやってきました限定キャラ。このキャラはアンチダメージボールにアンチワープで2つとも強がついているわ。さらにゲージでブロックもついているからギミックに全体をね。しかも、ゲージ倍率保持持ち。ボーパルソードの上位互換みたいなキャラなんだぜ。SS ターンチャージ L で味方の SS ターンも短くできるの。ソウルスティール M もあるからいいわよ。SS ターンチャージ L は3体目に触れた味方のストライクショットを4ターン短縮させるんだよな。ソウルスティール M は敵を倒すごとに7500回復だぜ。友情のラウンドバーストも地味にダメージ減になるわよ。この友情本当に強いよな。超強防御ダウンブラストもついているから、他のキャラの殴りサポートもできるわ。そして、SS が自強化プラス弱点特攻の効果がありながら、8プラス8の低燃費で打てるわよ。お財布に優しい SS なんだぜ。1段階目は自強化 1.1 倍、弱点には 1.5 倍、2段階目は自強化 1.35 倍、弱点には2倍の倍率よ。結構倍率高いんだな。ダイヤモンドと組ませたら、ゴリゴリボスの HP を削りそうだぜ。その通りよ。触れた敵を毒状態にもするけど、それより自強化と弱点特攻ね。クエストによっては毒状態にするのも役に立つかもな。おすすめのワクワクのみは同撃3種ね。清少納言と種族が被っているから、ワクワクのみが被らないように注意した方が良いわね。気にしておくんだぜ。ここからは運枠よ。デジテパラの運極作成には重要ね。運枠1キャラ目は不眼&無眼ね。台場にコラボの特殊進化キャラだよな。このキャラはギミック全体多いよ。
しかも、カウンターキラーを持っているから、殴りもいいわね。コラボ究極キャラも強くなってきたよな。そして、全属性耐性も持っているから、火ダメ軽減にも一役買うわね。コラボ中にしっかりやっとくべきだったぜ。やってなかったのね。あの時の私は、ワンピースコラボでモンスト熱が全焼してしまったんだ。そういえば、ワンピースコラボの次に来たわね、タイバニって。こんなこともあるから、期間限定キャラは優先的にゲットしたり運極にした方が良いわよ。頑張るんだぜ。友情はそこまで考えなくていいけど、カウンターキラーが乗る SS は結構ダメージ取るわよ。そんなこと聞いたら、ますます後悔してきたぜ。カウンターキラーは運極じゃないと効果を発揮しないから、そこだけは気にしておくべき点ね。運枠限定のアビリティだよな。おすすめのワクワクのみは照明か平明ね。種族を利用して、同種族のキャラの底上げ貢献もいいわね。清少納言とかジャック・ザ・リッパーと同じ野人だぜ。運枠にキャラ目は法則ね。機械の冒険戦の第3弾キャラだよな。そこのレベル2で出てきた、アポストロスキャラね。このキャラも強いわよ。全ギミック対応でアンチダメージボールには超がついているわ。これも運極で超アンチダメージボールになるんだよな。しかも、バイタルキラーも持っているから、攻撃面は運枠にしてはかなり高いわよ。機械の冒険も期間限定だったから、取りこぼした人には悲しいニュースだぜ。私含めて。機械の冒険は使用上、長い期間やることになるから、やる気が続かない人もいたわよね。こんなに後悔するなんて。これからは徹夜してでもやるんだぜ。健康第一よ。SS に自強化と触れた敵の防御ダウンがあるのも良いわよね。20ターンと待機時間は少し長いんだけど、運枠だからそこまで気にしなくてもいいわ。攻撃でここまで貢献できるんだから、おまけ程度に考えた方が良いわよ。そうだな。運枠で何もかもできてしまったら、ガチャキャラがいらなくなるもんな。おすすめのワクワクのみは照明か平明ね。種族は魔人だから他キャラへの貢献度は低いわ。貢献度ゼロに近いんだぜ。なあ、運枠がここまで限定ばっかりで、編成が難しくってすねるんだぜ。お願いだからすねないで。次は誰でも獲得できるキャラだから安心してね。お、助かるんだぜ。次は肉丸よ。はぁ、肉丸よ。帰っていいか？まだダメよ。このキャラは全ギミックに対応しているわ。でも、可愛くないんだぜ。キャラ絵は諦めて。このキャラは2023年2月に情報修正されたわよ。何が情報修正されたんだ？もともと、アンチワークとアンチブロック持ちだったんだけど、アンチダメージボールが増えたわ。え、もしかして、ベジテパラのために用意されたのか。真相はわからないけど可能性はゼロじゃないかもね。あと友情も、貫通ロックオン衝撃波6が超絶貫通ロックオン衝撃波6に変わって、攻撃力も上がったわ。思ったより情報修正されているんだな。SS の貫通変化も弱点往復できたら火力になるわよ。運枠としての運用は問題ないわ。このキャラもここまで注目される日が来るとは、思ってなかっただろうな。それは間違いないわね。このキャラのワクワクのみはさっきの2キャラと同じ、照明か平明ね。種族はキスキルリラと同じ種族だから、キスキルリラの底上げ貢献もできるわ。え、こいつ妖精なのか。種族は妖精よ。今すぐ、妖精の皆さんに謝ってほしいんだぜ。肉丸をディスりすぎよ。肉丸ファンに怒られるわ。肉丸ファンの人はコメント欄で教えてほしいんだぜ。これでベジテパラ適正キャラ10戦は終了よ。よし、次回降臨時にボコボコにしに行くんだぜ。あら、今だったらクエストに挑戦できるわよ。そうなのか？以前は初降臨時はトラベルベルは使用できなかったけど、今は使用できるわよ。持続時間は1時間になるわ。知らなかったんだぜ。今からボコボコにしに行くんだぜ。私たちは降臨した次の日にこれを話しているから、再挑戦可能なんだけど、この動画をアップした時間や見た時間によっては、再挑戦できないかもしれないから注意してね。トラベルベルは出現終了後、48時間以内に再挑戦できるんだよな。同じクエストに2回使えないからそれも注意してね。それにしても、ジャック・ザ・リッパーも適正って、引きたいガチャが増えたんだぜ。今度もらえる超春玉で狙ってもいいかもしれないわね。このチャンネルで超春玉専用の動画を上げているから、そっちもぜひ見てほしいんだぜ。今回のベジテパラのキャラはこの動画を参考にして、ぜひチャレンジしてみてね。他にも困ってることがあったらコメント欄で教えてくれだぜ。みんなのコメント数とオプ主の気分次第で動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんも、ぜひこの動画を参考にしていただけたら私も嬉しいわね。続きが見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。今回はお仕事をもらいすぎたコラボキャラトップ10を紹介するわ。最強ランキングとは違うから注意だぜ。最近の話だけでなく昔の話も話していくからぜひ楽しんでいってね。ゆっくりしていってくれよな。では、第10位。セーラーマーズよ。セーラームーンコラボからランクインだぜ。しかも星5キャラがランクインしたぞ。今は星5キャラも強いキャラが増えて、いろいろなところで活躍できるキャラも増えたわね。でも、セーラーマーズが実装された時、星5のクエストはほとんどセーラーマーズでいけたわ。そうだったんだな。一体何が強かったんだ。まずは当時攻撃力だったインボリュートスフィアね。
これで星5の敵は殲滅できたわ。マナで有名な友情コンボだけど星5キャラにつくなんて当時は思いもしなかったぞ。さすがにバランス型ということもあって、マナほどの威力は出ないけど星5クエストだったら十分だったわ。セイラーマーズ艦隊なんかにしたら敵は溶けていくし、水属性でも連れていけるところは連れていったわね。半属性でも活躍できるなんてとんでもないキャラだったんだな。しかも SS の威力もすごく、ボスのゲージを一本削り切るなんてこのキャラにとっては朝飯前だったのよ。SS も友情も強いなんてそりゃ誰でも使うぞ。そのキャラ性能から星5クエストだけじゃなく、当時の超絶クエストにも連れていけたわ。はっきり言って下手な星6キャラより強かったから、埋め合わせではなく戦力として数えられたわよ。今では星5キャラが高難易度クエストに行けたりしたけど、この時に行けるのは貴重な存在だぜ。今となっては使用することはなくなったけど、当時このキャラを持っていた人はすごい使ったと思う。私もセイラーマーズの使用回数の伸びは異常だったし、フレンド使用キャラの星5は長い間このキャラだったわ。今のルシファーみたいな状態なんだな。星5キャラでくくったら当時はそれ以上だったわね。おかしいコラボキャラだぜ。当時の星5キャラを全て泣き物にしたこのキャラが第10位ね。これで10位となるとここから楽しみだぞ。次、第9位。木崎レイジよ。ワールドトリガーコラボ第2弾のキャラだよな。ワールドトリガーのキャラは全員強いけど、仕事がもらえたってことならこのキャラはランクインするわね。パーフェクトオールラウンダーっていうくらいだもんな。何でもできそうな通りなだぞ。実装時器用貧乏キャラとかいう人もいたけど、後にただただ器用なキャラって位置づけになったわ。超アンチダメージボール、超マインスイーパー M2 弱点キラーで攻撃力よし、アンチ重力バリアも持っているから汎用性もあって、回復 M でサポートもできるのよ。ここまででも強キャラって感じだな。このアビリティのおかげで天魔2の適正キャラとなったわ。今でも使っている人はいるかもしれないわね。しかも友情コンボにユースピアップも持っているから、天魔2で最高のサポートキャラとなったわ。攻撃力が高いサポートキャラって、とんでもない位置にいるんだぜ。いろんな高難易度の最適正キャラとはならないんだけど、多くのクエストで適正はもらえたわ。未開の大地でも使えたし、近畿の極でも楽にしたところがあって、このキャラに救われた人は多いと思うわね。いろんなプレイヤーのかゆいところに手を届かせてくれた木崎レイジは最高なんだよな。欲を言えば SS がちょっと物足りない感じがしたけど、木崎レイジの強いところはそこじゃなかったからね。SS を使用しなくてもこのキャラは便利だし強かったから、今回ランクインさせたわよ。運営は完全にワールドトリガーを贔屓しているよな。もしもこのキャラが重心化開したら、もっとパーフェクトオールラウンダーになっちゃうわね。SS もオールアンチとかになるんじゃない？そうなったら壊れになりそうだぞ。次は第8位。煉獄杏寿郎よ。鬼滅の刃コラボ第2弾で実装されたぞ。このキャラは実装時でも十分強かったんだけど、第3弾の時に重心化開して化けたわね。超アンチダメージボールと超アンチワープで殴りが高いのに、既属性キラーまで持っているわ。属性キラーは対象クエストでは全属性キラーみたいなもんだからな。これはめちゃくちゃ偉いぞ。しかも、友情コンボがツインインボリューとスフィアでこの友情の威力に既属性キラーの効果が乗るの。そのおかげで友情コンボの威力がとんでもないことになっちゃったわ。敵が溶けていくわよ。ツインインボリューとスフィアはもともと強かったけど、それを属性キラーでさらに強くしたのか。この友情コンボとかのおかげでギミック完全対応じゃないのに天魔の3と8に連れていけるわね。さらに裏近畿の涅槃弱城ではワルプルギスの飛行不与のおかげで地雷を無視して攻略も可能。うまく立ち回ることができたら高速で涅槃弱城を回ることも可能よ。他の YouTuber の動画でも煉獄さんを入れて天魔を回ったら早く攻略できるって聞いたことあるぞ。コネクトスキルで既属性キラーがあるから艦隊では組みにくいけど2体編成できたらかなり強いわよ。鋼鉄のエリミネーターなんて重力バリアに対応してないのに、友情の威力のおかげで適正キャラとなったわ。ほとんど友情の威力でここにランクインしたんだけど、この友情が悪さしすぎているからね。こう見ると色々な高難易度に行けているんだな。これは本当にできるお仕事が多いキャラだぜ。今後も使える可能性があるから持っている人はラッキーよね。次、第7位。朝倉陽よ。シャーマンキングコラボのキャラだよな。このキャラは今でも普通に使えるし、既属性最高のサポートキャラとして君臨しているわ。ちなみにこのキャラはちゃんとした接待クエストをもらっていないのに高難易度でちょこちょこ顔を出すわ。困ったらとりあえず朝倉陽を組み込めばいいってどっかの誰かさんも言っていたよな。私のことね。でも動画では言ったことないからバラさないで。ごめんなさい。このキャラはまず友情コンボで高スピアップを持っているの。それが1ターンに2回発動できるわ。友情コンボ ×2 のアビリティだよな。あのアビリティとスピードアップは反則だぜ。それだけでも色々なクエストに行けそうなのに、とんでもない SS まで持っているからね。敵に当たった数、ヒット数とかで威力は変わるけど、割合 SS の中では最高倍率を持っているわ。思ったより簡単に 100% 以上の割合を叩き出せるから、この SS を持っている朝倉陽は本当に便利屋さんね。これだけできたらどこのクエストでも使えそうだぞ。超アンチダメージボールも持っているから、地雷以外のクエストで活躍できる可能性があるの。とりあえず置物として置いておくだけで強いからこのキャラのできることは多いわね。もうここまででも強キャラ感満載だぞ。
もちろんここで終わりじゃないわ。攻撃に関しても超アンチダメージボール、弱点キラー、バイタルキラーも持っていて強いわね。しかも超アンチウィンドと超アンチ減速壁まで持っているからスピードも上げれちゃうわ。すべてのギミックを同時に発動するクエストはないけど、能力底上げのアビリティモリモリよ。もう何でもありのキャラになりそうだな。今でも使える理由がわかるぜ。このキャラは線形が砲撃型なんだけど、きっと砲撃型にしてバランスを取ったのでしょうね。バランス型なんかにしたらもっと壊れているわ。強すぎてたのサポートキャラは涙目よ。そんな朝倉陽の姿を見てみたい気持ちもあるぞ。中心破壊で線形ごと変わったら面白そうだな。次は第6位。リヴァイね。進撃の巨人コラボ第1弾で実装だよな。毎回コラボ発表の度に情報を漏らしされて、運営は進撃の巨人が嫌いなのって思うコラボよ。言い方が素晴らしくひどいんだよな。でも、リヴァイ実装時の性能は文句なくて、当時いろいろなクエストを SS ワンパンしたわよ。通常クエストを SS でワンパンしたわけじゃなくて高難易度でワンパンを連発したわ。なんか当時リヴァイのワンパン動画がいっぱい上がっていたと記憶しているぜ。弱点キラーが乗る SS だからリヴァイの相性とも良くて、とてつもない威力を叩き出してくれたわ。同じ属性のイデアもワンパンできるし、アリアだって葬ってくれたわね。私個人的には近畿の極24にも連れて行って、そのステージを楽にした記憶があるわ。近畿の極はその時はまだ最高難易度のクエストだったもんな。それをワンパンクリアできたのは偉いんだぜ。ギミックなんて全く無視してワンパンのためだけにこのキャラを連れて行っていたからね。道中もボムスローで友情誘発とかで役立ったから、このキャラは本当に強かったわよ。最近重心化開始してさらに強くなったよな。そうなんだけど SS が強化されたわけじゃないから SS の使用感は全く同じ。アンチ魔法陣が増えたりしていけるところは増えたけど、大幅強化って感じにならなかったわね。正直、第1弾の実装の衝撃が大きすぎて、今回の重心化開はちょっと拍子抜けした人もいるわ。立体起動装置が飛行じゃなくマインスイーパーの効果があったらそれなりに面白そうだったのに。そうなると壊れになりそうだけど、今の時代ならそれくらいやってもいいかもしれなかったわね。このキャラは SS の威力でこのランクにしたわ。超 SS はいつでもどこでも輝けるんだぜ。ちなみに、次のキャラも SS に特徴あるキャラね。そうなのか？一体誰だろう。第5位は緑アイズクね。ヒロアカコラボ第1弾の主人公がここでランクインだぜ。このキャラは元祖ワンパンキャラよ。当時はとんでもないキャラが誕生したと思ったわ。そんなにインパクトがあったんだな。実装前は同時に実装された爆豪やトドロキの方が評価が高かったわ。でもデクの SS を見て手のひら返しよ。まずはコラボ超究極のオールフォーワンね。このクエストは普通にやると難しかったの。だけど、デクを編成してしまったら、ボスワンパンでクリアできたわ。しかもこれはデク伝説の始まりに過ぎなかった。私も使っていたんだけど近畿の極8をワンパンしてくれたのは本当にありがたかったわよ。近畿の極8って今や簡単になっているけど、当時は難しかったんだよな。パワーアップボールを利用して敵に攻撃って結構めんどくさいクエストだったのよ。でも、デクを入れてしまえばボスにまで行ければあとは簡単なお仕事になったの。できるだけパワーアップボールを踏んで、ボスに当たればはいおしまいって感じになったわ。ステージギミックは利用するけどその恩恵を十分に受けれた感じなんだぜ。デクの SS が一撃でドカンと威力が出る SS だったからパワーアップボールと相性が良かったわ。それ以外にも色々とボスワンパンできるんだけど、このキャラはあることをやっちゃうのよ。なんなんだ？そんなにすごいことをしたのか？この次のコラボで銀玉コラボが来たんだけど、その時の超究極のカムイスラ SS でワンパンしたわ。え、銀玉コラボだよな。そうなんだけど超アンチワークとバイタルキラー、カウンターキラーが乗れば銀玉コラボすら壊したわ。このクエストの最適性はカグラのはずだったんだけど、デクがやらかしてくれたからね。他作品の敵までワンパンしちゃうなんてダメな子だぜ。それからはデク対策を運営もやってきたんだけど、いろいろなクエストをワンパンしたデクがこのランクよ。ワンパン時代の SS って結構楽しそうだな。次は第4位。クラマね。悠々白書コラボのキャラだぜ。クラマはこのランクにしたけど、当時を知っている人はもっと上だと思うかもしれないわね。そんなにできることが多かったのか？悠々白書コラボの第1弾キャラなんだけど、このキャラだけなぜか進化と神化、2種の進化形態ありで実装。なぜこのキャラだけこんなに優遇されているのって思ったわね。クラマはかっこいいから仕方ないんだぜ。いや、比叡もかっこいいか。ユウスケも。そんな感じになるわよね。クラマは神化の妖子クラマがぶっ壊れ性能していて、ほとんどのクエストで連れていけたわ。非属性のクエストには連れて行くことはなかったけど、適正キャラが少ない場合はとりあえずクラマだったわね。なんかどこかで聞いたことあるセリフ。非属性にこの称号はもらいやすいのかもしれないな。このキャラは砲撃型だったんだけど、当時にしてはステータスが高かったわ。しかもこの時初の砲撃型のスクランブルレーザー持ちのキャラ。スクランブルレーザーは当時強かったわよ。今連れて行ったらお荷物キャラになっちゃうけどな。インフレを間近で見ている感じだぜ。そして、このキャラの SS が触れた敵にお辞儀そうで追撃。これが当時本当に強い SS だったのよ。
他にも追撃 SS キャラはいたんだけど、その中でも上位の威力を叩き出してくれたわ。妖国ラムが原作でも使っていた技だけど、かっこよさと怖さがあって好きだぜ。高難易度から低難易度周回、覇者の塔でも活躍したからどこでも顔を出すキャラとなっていたわ。ここまで活躍した過去があるなら第3弾コラボで重心化でもしてほしいもんだぜ。ではとうとうトップ3ね。第3位はクガユーマよ。ワールドトリガーコラボの主人公が第3位にランクインだぞ。このキャラもできることが本当に多いわね。クガユーマはアビリティに友情ブーストを持つため、コピーで味方の友情を 1.5 倍の火力で発動できるわ。また防スピアップも直殴りが優遇される高難易度に優秀で、サポート役として立ち回れるわよ。ここでスピードアップ友情キャラが登場したんだな。これだけでいろんなところに行けそうだもんな。SS は自強化&停止後にボスに防御ダウンを付与して追い打ちよ。追撃中はボスが撤退しないわ。だからゲージ飛ばしも狙えるし、倍率も高いからボスワンパンできるところもある。カウンターキラーも持っているからこの効果が乗れば、とんでもない威力を叩き出すわ。サポートもできて SS も強いキャラはいつでもどこでも活躍できるキャラになっているんだぜ。それだけでかなり強かったんだけど、重心化解によって光属性耐性と SS ターン短縮をもらったわ。これによってもともと強かった SS がさらに早く撃てるようになって本当に化け物級のキャラになったわよ。リーダーの許可が降りたんだぜ。あの SS のボイス好きなんだよな。重心化解することによって SS の当たり判定が変わったから使いにくいクエストが増えたのも事実。でも、そんな時は重心化の時に戻しちゃったらいいからね。スライドが少しめんどくさいけど、重心化解で大きな変化はなく純粋な強化だったから、これだけでも偉いと思うぞ。私は1体重心化、1体重心化解にしているからクエストによって使い分けているわ。今でもいろいろなところで活躍中だし、今後もお世話になることがあると思ってこのランクにしたわよ。闇属性にはスピードアップ ×2 の貴重がいるけど、強い SS を持っているからまだまだ活躍可能だぞ。次は第2位。クラスカね。ハンターハンターコラボのキャラになるぜ。このキャラも今も活躍できるし、実装して何年も経ったのに未開で最適性をもらえたりしたわ。え？そうなのか？今の未開の高階層は難しいって聞くぞ。このキャラは実装されたのが1年以上早い性能をしていたわ。特に重心化のクラスカね。あのイラスト怖いんだよな。後ろに目がいっぱいあって。クラピカはかっこいいけど、このキャラはまず友情コンボでスピードアップを持っているの。これでまず味方キャラのサポートができるわね。スピードアップ友情を持っているキャラが大変多くランクインしております。これは独断と偏見でランク付けしているため、皆様は温かい目で見守ってくださいませだぜ。とりあえずぶっていい？すみません。そしてこのキャラの最大の魅力は SS ね。一定期間エンペラータイム状態になる SS よ。当時でいうオールアンチを持っていてスピード&パワーアップが継続よ。2段階目は 2.5 倍の自強化ね。これが継続するのがとんでもないキャラになった理由だよな。殴りの強さがエグいイメージがあるぜ。スピードも上がるからとんでもなかったわよね。毎ターン HP が4000減ったけど気にならなかったわ。状態異常になっていても解除してくれるから、こんなぶっ壊れ SS を何年も前のキャラが持っていたのよ。運営はクラスカやクラマみたいな男前貴族性キャラのことが大好きだったんだろうな。朝倉陽と木崎玲治も忘れちゃダメよ。この SS とスピードアップ友情のおかげでいろんなところに連れて行けるキャラになったわ。しかも一度あまり使われなくなったのに、また適性もらえてサイド引っ張り出すプレイヤーも出てきたわね。さっき言っていた未開の第一だな。これは重心化解に期待もでかいぞ。ハンターハンターは諸事情によってストーリーが進むのが遅いからね。でも、このキャラを強化してくれる日が来ることを私も祈っているわ。さあ、とうとう第1位の発表ね。きたきたきた。早く発表してくれ。では、今回の栄えある第1位のキャラクターは、ダラ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 、ダン。リムルよ。転生したらスライムだった剣コラボの主人公キャラが第1位だぜ。このキャラはできることが本当に多いわね。まず有名なのが天魔の1と6ね。1では抜く人も出てきたかもしれないけど6では最強よ。天魔6はむちゃくちゃ難しかったけどリムルが結構楽にした、って聞くぜ。今回のキングダムコラボで新が天魔6の適性だったけど、リムルより強いってことはなかったわ。むしろ私はまだリムルの方が強いし使いやすいって考えを持っているわよ。神はアンチ転送壁を持っているからそこで活躍できるかもだぞ。リムルはそこにプラスして超友情のチェイススフィアを持っているから友情目的でも使えるの。リフレクションリングみたいな強さを持っているから友情目的の周回使用も可能ね。そこまで強い友情コンボまで持っちゃったら、まだまだ腐りそうにないキャラになっているな。そして、このキャラはかなり強い割合 SS まで持っているの。これで敵の HP を必ず削ってくれるわ。自強化もできる SS だから敵の HP を確実に多めに削ってくれる。このあたりもリムルを使う目的になるわね。今まで水属性のキャラはランクインしてなかったけど、1位のキャラがぶっ壊れすぎてやばいぞ。バリア、回復、ソウルスティールとかで HP 管理もやりやすいから本当に強いし使えるところが多いわね。基本的にバリア持ちのキャラは強いってモンストの暗黙の設定があるけどこのキャラもそのうちの1体よ。これからも天魔では毎月お世話になる人がいるもんな。
そんなキャラがランクインしないわけないぜ。進化前のイラストが可愛いのも評価ポイント。今回のランキングでは関係ないけどね。イラストが可愛いのは私も大事と思っているぜ。これで今回の仕事をもらいすぎたコラボキャラトップ10の動画を終了するわ。いろいろ仕事をもらえているキャラがいるんだな。正直かなり悩んだわよ。近畿や天まで仕事をもらえた炭治郎&ねずこ、最近いろいろな非属性で顔を出すキラヤマトとかいるからね。でも、今回はこのようにランキングを決めさせてもらったわ。人によってランキングは変わるかもしれないから、みんなの第一位もぜひ教えてくれよな。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとうプ主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。いろいろ見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。クエストによって適性は違えど、持っていて絶対に損することがない便利キャラ。今回は狙って損することはない便利なキャラについて、10体を厳選して紹介していくわ。紹介してくれるキャラは、通常クエストで手に入れられるのか？申し訳ないけど、今回紹介するのはガチャ限定でいこうと思うの。ガチャ以外で手に入れられるおすすめキャラは、別の動画で紹介していこうと思うわ。了解したんだぜ。それじゃあ早速、1体目から紹介してくわ。まずは、ジャック・ザ・リッパーよ。名前だけ聞くと残忍なイメージがあるんだが、キャラデザがあまりにも可愛すぎるんだぜ。そんな見た目の可愛さに劣ることなく、光属性の中でもピカイチのステータスを誇るキャラなの。一体どんなステータスなんだ？ジャック・ザ・リッパーは分岐型の獣神化だから、一つずつ紹介していこうと思うわ。まずは、貫通タイプ選定者のステータスから。アビリティは超アンチダメージボール、超アンチワープ、SS ターンチャージ L、ゲージ倍率保持。ゲージでアンチブロック、ソウルスティール M。SS は自強化プラス毒、アンド弱点特攻、友情はラウンドバースト、超強防御ダウンブラストよ。続いて、反射タイプ管理者のステータスを紹介していくわ。アビリティはアンチ重力バリア、超マインスイーパー EL、重力バリアキラー、友情コンボ ×2。ゲージでアンチ減速壁、SS ターンチャージ L。SS は貫通変化プラス順番に移動して攻撃、友情は超強分身弾、超強ヨーヨー弾よ。どっちの重心化のアビリティも、かなり強すぎやしないか。その通り、ステータスはモンストキャラの中でもかなり上位に入ると思うわ。けど特におすすめなのが、反射タイプの管理者で、高難易度クエストであるウンエントリヒ EX などの闇のクエストに幅広く活躍してくれるの。友情も強いし、SS の自強化倍率も高くて、1段階目が2倍、2段階目が4倍で、かなりの効果力となるわ。そしてゲージで SS ターンチャージ L があるから、味方のターン短縮にも役立ってくれるし、まさに、ダメ出ししようがないキャラって感じね。そんな説明を聞いたら、絶対に手に入れたくなるんだぜ。ジャック・ザ・リッパーは、劇獣神祭のガチャで入手することが可能よ。持っていて絶対に損することはないから、ぜひ入手してほしいわ。続いて紹介する2体目は、ちはやよ。実は、最近ガチャでちはやをゲットできたんだぜ。けど、ちはやも獣神化が分岐型だから、どっちにしようか迷っていて、結局未だに使えてない。めちゃくちゃもったいないことをしているじゃないの。この説明を聞いて、すぐにどっちに獣神化させるか決めなさい。そうしようと思うぜ。じゃあ早速、貫通タイプ、歌い手のステータスから紹介していくわ。アビリティは超アンチ重力バリア、超マインスイーパー M、重力バリアキラー M、ゲージ倍率保持。ゲージでアンチブロック。SS はパワーがアップ、友情は超絶貫通拡散弾 EL を、ヒーリングボムスローよ。続いて、反射タイプ、つなぎ手のステータスは、アビリティは、アンチブロック、超アンチ減速壁、レフトポジションキラー M、アジ封じ M。SS は自強化プラス触れた敵を加速状態、友情は超強 SS 短縮弾、超強拡大爆破弾よ。やっぱりどっちの重心化も性能が良いんだよな。歌い手ちはやの良い点は、ギミック対応が3つあるところで、近畿の極裏21が適正だから、周回するなら歌い手がおすすめ。ちなみに、近畿の極裏21を周回する理由って、一体何なんだ？近畿の極裏21をクリアした後、無料対数 EX が出現するの。けど、無料対数 EX のクエストは、かなり出現率が低いから、滅多に出現してくることはないわ。だから無料対数 EX のクエストに挑戦するために、ストライカーは近畿の極裏21を根気よく周回するのよ。ちなみに、近畿の極裏21を周回することを、無料対数マラソンと呼んでいたりもするの。マラソン並みに周回しなきゃいけないってことか。相変わらず、ストライカーのネーミングセンスは秀逸だぜ。もし、歌い手ちはやを持っていたら、ぜひ無料台数マラソンをやってみてね。歌い手ちはやがどこのクエストで使用できるかわかったが、もう一方は一体どんなクエストが適正なんだ？つなぎ手ちはやの良い点は、圧倒的に強力な友情で、味方の SS ターンも短縮してくれるからサポートもできるの。あと、常闇の神殿時のマニのクエストでは、ちはやを4番手でパーティーを組めば、ワンパンすることが可能よ。わ、ワンパンだと？神殿を周回したいのであれば、つなぎ手ちはやに重心化をさせるのがおすすめね。じゃあ、とりあえずつなぎ手に重心化をさせておくか。
もう一体手に入れたら、歌い手に重心化させようと思うんだぜ。ちはやはジャック・ザ・リッパーと同様に、劇重心祭で入手することが可能よ。ぜひガチャを回してみてね。続いて紹介する3体目は、ヤクモよ。今、ストライカーが最も欲しいキャラナンバーワンじゃないか。いろんな人から、使えると絶賛されているのは知っているけど、実際どんなステータスなのか、詳しくは知らないんだぜ。それじゃあ、ヤクモについて詳しく紹介していこうと思うわ。ヤクモも分岐の重心化なので、まずは、貫通タイプ巫女姫霊装ステータスから紹介していくわ。アビリティはアンチ転送壁、弱点キラー M、友情ブースト、状態異常レジスト。ゲージで超アンチ重力バリア、アンチブロック。SS は巨大バリア付与プラス味方を集める、友情はルミナスレイ、全敵超強落雷よ。続いて、反射タイプの大光人武装ステータスは、アビリティがアンチ重力バリア、超マインスイーパー EL、アンチブロック、全属性キラー。ゲージでアンチ魔法陣、壁 SS ターン短縮、ウォールブースト M。SS は壁ドンプラス大号令、友情はハイプラズマ、交流アップよ。ドン引きするくらいのアビリティの数。ギミック4つも対応しているなんて、化け物級だな。ちなみに、声優は花沢香菜さんで、某特級か呪音量でもあるから、化け物なのは間違っていないかもね。化け物どころか、人間ですらない音量なんですけど。とまあ、中の人の話は置いといて、先ほども説明した通り、ヤクモはどちらの重心かもアビリティが最高クラス。特に私がすごいなと思ったのは、SS の倍率よ。巫女姫霊装の SS 倍率は、事業化で1段階目は10倍、2段階目は2倍なんだけど、大光人武装の SS 倍率は、大号令と事業化の1段階目は10倍、2段階目は 1.5 倍。壁ドンの1段階目は、壁に触れるごとに 25% アップなので、1壁で 1.25 倍、2壁で 1.5 倍とアップし、最大10倍。そして2段階目は、壁に触れるたび 50% アップなので、1壁で 1.5 倍、2壁で2倍とアップしていき、最大が10倍なの。SS がかなりぶっ壊れすぎて、ガチのガチで化け物級なんだぜ。正直、ここまでのぶっ壊れキャラはそうそう登場していないから、ストライカー全員が欲しがるのも無理はないわ。どっちの重心化のアビリティも使えるから、できれば2体持ちしたいところなんだぜ。ヤクモは超重心祭のガチャで入手することが可能よ。ストライカーなら絶対に狙うべきキャラだから、ぜひ入手してね。続いて紹介する4体目は、アナスタシアよ。アナスタシアは見た目によらず、ワンパンできるキャラってことで、昔から有名なんだぜ。2021年8月に初登場してから、2年経っても未だに人気を博してるキャラの一人ね。そして、アナスタシアも分岐型の重心化よ。まずは貫通タイプ成功女のステータスから紹介していくわね。アビリティは超アンチ重力バリア、アンチブロック、アンチ魔法陣、SS ターン短縮。SS は味方の友情コンボの威力をアップ、友情は全敵ロックオンレーザー EL、白爆発 EL よ。続けて、反射タイプ反抗者のステータスは、アビリティがカウンターキラー M、リジェネーム、プロテクション、状態異常レジスト。SS はランダプラス反撃モード、友情はツインダンクレイザー EL、トライデントダンクレイザー EL よ。やっぱり、反抗者の友情がどちらも EL なのは強すぎるな。火力が強いから、使っていて爽快感があるのがいい。どちらの重心化も砲撃型だから、友情の火力はどちらも強いんだけど、やっぱり、極炎の神殿時の毎日でワンパンできる、反抗者が一番おすすめだわ。2番手にアナスタシアを配置するだけで、最速に手でワンパンできるのは強いよな。ワンパンをするためには反抗者のアナスタシアに、熱き遊撃、即必殺のワクワクのみ、さらに線形解放をして、レベル120にしたら完璧よ。ちなみに、成功女の方はどこのクエストで使えるんだ？成功女は火力強めの友情だから、低難易度クエストの周回要因としておすすめよ。それじゃあアナスタシアも2体は欲しいところなんだぜ。アナスタシアは、劇重心祭のガチャで入手できるわ。ぜひ手に入れて使ってみてね。続いて紹介する5体目は、ファウストよ。やっと男性キャラの登場なんだぜ。確かにピックアップされるキャラで、男性は希少性があるかもね。ファウストも分岐する重心化だから、早速、貫通タイプ錬金術師のステータスを紹介していくわ。アビリティは超アンチワープ、超アンチ減速壁、連撃キラー L、超 SS ターンアクセル。SS は減速率緩和、友情はチェイススフィア、超絶爆発よ。続けて、貫通タイプ覚醒者のステータスは、アビリティがアンチ魔法陣、超アンチ減速壁、アンチ転送壁、カウンターキラー L。SS はランダプラス反撃モード、友情はエナジーボール、超絶貫通ホーミング8よ。最近の使えると言われるキャラには、必ずアンチ減速壁がついているんだな。高難易度クエストには、必ずと言っていいほど減速壁が出てくるから、ギミック対応しているキャラが増えているのは間違いないわ。ファウストはしっかりとギミック対応してるし、今後のクエストでも使えると言われているの。そして、ファウストの強みは何と言っても友情ね。貫通タイプの覚醒者は、実は砲撃型となっていて、カウンターキラー L の倍率が乗れば、2.5 倍の火力が発揮されるの。このキャラは両面とも天魔などの高難易度の適性を持っているから、どちらの形態も甲乙つけがたいんだけど、
もし手持ちで持っているなら、覚醒者に重心化させるのがおすすめね。キャラデザによらず砲撃型だなんて、ギャップを感じるキャラなんだぜ。ファウストは、敵重心さえで手に入れることが可能よ。火属性であまり使えるキャラが手元にない場合は、ぜひファウスト狙いでガチャに挑戦してみてね。続いて紹介する6体目は、ルナよ。噂は聞いているんだぜ。2023年現時点で、サポート最強説が出ている例のキャラだよな。まさにその通り。とりあえずルナを連れていけば、どのクエストも問題ないと言われてるわね。火力でぶっ壊れキャラなのはヤクモだったけど、サポート面でぶっ壊れキャラなのは、ルナで間違いないわ。どのくらいヤバいキャラなのか、解説を頼んだぜ。オッケー、任せておいて。アビリティは超アンチ重力バリア、アンチダメージボール、アンチ魔法陣。ゲージでアンチブロック、バイタルキラー L、ドレイン、壁 SS ターン短縮。SS は自強化プラス触れた仲間の攻撃強化、友情はバウンドチャージ、超絶爆発よ。ゲージで壁 SS ターン短縮があるのに、友情でさらにバウンドチャージがあるのがすごいよな。本当にその通りよね。味方の SS を短縮しつつ、ルナ自身の SS で触れて仲間の攻撃強化があるから、パーティー全体の火力底上げとなって、クエストをサクサクと進めることができるわ。バイタルキラー L もあるから、敵の HP がマックスのステージ開幕時だと、直殴り火力も強いしな。全体的にバランスが良くて、本当に何も言うことなし。どのキャラを連れていくか迷った時は、とりあえずルナを連れていけばどうにかなるの。こんなに使える便利なキャラは、今後滅多に出てこないはずよ。欲しい？欲しすぎるんだぜ。ルナは、ミッドナイトパーティー限定で入手できるから、ルナが欲しい場合はガチャの開催期間に注意してね。続いて紹介する7体目は、ソロモンよ。ソロモンは登場してから、ずっと使い続けられているキャラのイメージなんだぜ。初登場時から、モンストアニメの主人公として、シリーズ化されるって発表されていたから、ストライカーたちからも、かなり愛されているキャラよね。ソロモンも分岐型の重心化だから、まずは、貫通タイプ開きし者のステータスから紹介していくわ。アビリティはアンチダメージボール、超マインスイーパー M、超アンチウィンド、アンチ魔法陣。ゲージはアンチブロック、ダッシュ M。SS は自強化プラス巨大バリア付与、友情はラピッドボムスロー、超強貫通弱点ロックオン衝撃波護よ。続いて、反射タイプ魔術王のステータスは、アビリティが超アンチ重力バリア、超マインスイーパー、超アンチウィンド、幻影キラー M。ゲージはバイタルキラー M、ソウルスティール L、超 SS ターン短縮、壁 SS ターン短縮。SS は自強化プラス最初の敵で爆発、友情は3方向追撃貫通弾、超強調波払いよ。開きし者のソロモンは、アンチアビが5つもあるなんて、優遇されすぎているんだぜ。ここまでステータスが豪華なのは、人気のあるソロモンだからこそね。圧倒的な汎用性と、友情の火力もしっかり持っているし、初心者の人だったら、ソロモンを持っているだけで、初回のクエストをほとんどクリアできるはず。ちなみに、魔術王のソロモンは、豪絶で運極にしたいキャラ人気ナンバーワンのアンフェアが適正よ。まだアンフェアを運極にしていない場合は、魔術王のソロモンに重心化することをおすすめするわ。クエストの使い分けをする方が、ソロモンをうまく活用できるってことなんだな。そういうことね。ちなみに、ソロモンは、モンコレデラックスの限定ガチャで入手することが可能よ。モンコレデラックスはあまりガチャに登場しないから、開催されていたらぜひ回してみてね。続いて紹介する8体目は、シャーロック・ホームズよ。2019年に初登場した時、限定動画や限定グッズが出ていて、かなり人気のあるキャラなんだぜ。それじゃあ早速、ステータスを紹介していくわ。アビリティは超アンチダメージボール、超マインスイーパー L、光属性耐性 M、超 SS ターン短縮。ゲージは超アンチ減速壁、連撃キラー EL。SS は自強化、友情は超絶全方位ショットガン、超強ボールムービングバレットよ。2022年3月に重心化が発表されて、最近出ているクエストのギミックにも対応するようになったから、以前よりも火力も出て、使いやすいキャラとなっているわ。汎用性の高いアンチアビが、3つもあるのがいいんだぜ。また、ホームズの SS は、減速率がかなり低く設定されているのか、すべての敵を殲滅しても動き続けるホームズを、見守った経験のあるストライカーは多いんじゃないかしら？敵がいなくなっても動き続けるなんて、すごい威力のある SS なんだな。あとは連撃キラー EL があるから、同じ敵に何回も攻撃をすることで、攻撃力が最大3倍アップするわ。直殴りが抜群に強いし、アタッカーとして連れていくのがおすすめよ。可愛いキャラデザとは裏腹に、直殴りが強いなんてギャップがすごいんだぜ。シャーロック・ホームズは、ソロモンと同じくモンコレデラックスで入手することが可能よ。闇属性でアタッカーが欲しい人がいたら、ぜひ入手をしてみてね。続いて紹介する9体目は、アルスラーンよ。確か、プレデビオル攻略の解説動画で紹介したキャラだよな。そうよ。非属性キャラの中だと、かなり使えるキャラの一体なのよ。こちらも分岐型の重心化なので、早速、貫通タイプ仕様のステータスから紹介していくわ。アビリティは超アンチダメージボール、超アンチ減速壁、非属性キラー、無属性耐性。ゲージはアンチブロック、ダッシュ。
SS はダメージボール、重力バリア、ワープ、地雷を無効化プラス、HP& 状態異常回復。友情は強強分身弾、防スピアップよ。続けて、反射タイプ110王のステータスは、アビリティがアンチ重力バリア、超アンチダメージボール、超アンチワープ、プロテクション。SS は自強化プラス触れた敵を防御ダウン、友情はマーキングミサイル、パワードライブよ。これまで紹介してきたキャラに比べると、アンチアビも多くもないし、便利キャラとしてピックアップされるほどでもないような。まあ確かに、これまで紹介してきたキャラが全部強烈だったから、少し物足りない感じがするのは仕方ないけれど、獅子王のアルスラーンは、プレデビオルの最適正キャラだから、今回はピックアップしてみたわ。プレデビオルの適正キャラって、上位にいるほとんどがコラボキャラでしかないから、コラボで入手できなかったら、クエストクリアすること自体がかなり難しいのよ。コラボキャラをあまり持っていない私は、絶望なんだぜ。そんな中で唯一、獅子王のアルスラーンは最適正だから、ストライカーが重宝しているキャラの一体なのよ。なるほどな。私もアルスラーンをゲットして、プレデビオルに挑戦したいんだぜ。アルスラーンは、超獣神祭で入手することができるから、ぜひガチャを回してみてね。最後に紹介する10体目は、ネオ。やっと来た。大人気のネオは絶対に登場すると思っていたんだぜ。今のモンストで、ネオを語らないのはご法度とも言えるくらい、登場してからずっと最前線で活躍中のキャラだからね。ネオも分岐型の獣神化だから、早速、貫通タイプリバースモードから紹介していくわ。アビリティはアンチワープ、超マインスイーパー、ノーダメヒール、パワーオーラ。ゲージは超アンチ減速壁、アンチ転送壁、ドレイン、壁 SS ターン短縮。SS は、触れた壁面数に応じて攻撃アッププラス、最初の敵をランダシ吹っ飛ばす。友情はマーキングミサイル、超絶電撃よ。続けて、反射タイプハローワールドモードのステータスは、アビリティはアンチ魔法陣、アンチ減速壁、バリア。SS は激種変化プラスオールアンチプラス加速状態、友情はリフレクションリング、超強攻撃ダウンブラストよ。こうやって見ると、ハローワールドモードのネオは、そこまでアビリティが多いってわけじゃないんだな。実はアンチ魔法陣とアンチ減速壁を持っているのは、かなり希少なのよ。あと、SS でオールアンチがあるから、対応ギミックじゃないクエストにも連れて行くことができるわ。おすすめとしてはルナのような、味方の SS ターン短縮をしてくれるキャラとパーティーを組むことね。なるほどな。そして、リバースモードのネオはアンチアビが4つもあるし、ドレインとノーダメヒールがあるから回復もできる。しかも、壁 SS ターン短縮もあるから、ストライカーとしては非常に使いやすいのよ。聞けば聞くほど、ネオが最強っていうことがわかるんだぜ。ネオは水属性だけど、属性関係なく、様々なクエストで適正キャラとして扱われているわ。ちなみにネオは、超獣神祭で入手することが可能よ。きっと今後も使えるキャラだと思うから、ネオ狙いでガチャを回すことをおすすめするわ。ここまで、持っていて損をしない便利キャラ、10体を紹介してきたけど、いかがだったかしら？紹介してくれたキャラのほとんど持っていないから、今からガチャを回そうと思ったんだぜ。ガチャを引いたからって必ず出るわけでもないんだけど、ぜひ今回紹介したキャラを狙って、ガチャを回してみてほしいと思っているわ。今回紹介したキャラについて、みんなの見解も聞いてみたいから、ぜひコメント欄で教えてくれよな。続きが見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくね。それではご視聴、ありがとうございました。